今の日本の人口構造では年金も当てになりません。運よく定年まで会社が生き残ったとしても老後を人間らしく生きていける年金はもらえません。今日日経平均株価が1000円以上値下がりして寄りついてます。でこれ年明け1月4日には23,506円でした。それが 年末の今、1万9155円に下がっていると。4400円ぐらい下がってますね。約2割下がっちゃってますで。いや、株下がったの別にね、株投資してないし関係ないね、と思うとこなんでしょうけど、まあ、ところが、年金っていうのはね、4分の1相当を株で運営してる。他にも債券とか外国株式とかでね、 なんだかんだ言って、えー、景気の影響を強く受けます。そして、この長期で運営してるからね、えー、ブレが少ないんで安定して大丈夫ですというようなね、えー、ことがこの年金運用の説明に書いてあるんですけど、まあ、安定して成長していく国ならね、えー、ブレが少なきゃ安定して成長していきます、えー。ということは年金の資産も増えていくと。ところが、 日本は人口も減ってますしね、えー、働く人も減ってますんで、安定して、えー、衰退してると。安定して衰退していく国には、えー、安定して衰退していく国で運営してるわけですから、安定して、えー、手取り額は減っていく。さらに人件費やらね、えー、運営の失敗なんかを考えると、絶望的に減っていくと。ね、ですからね、まあ、数年前まではね、えー、まだ年金ってね、 えー、みんなで支え合うとかね、あ、えと、ー、でもらえるというふうに信じてる人多かったですけど、今となっちゃうね、まあ、冷静に仕組みを見れば、ねえー、ちょっと考えれば、これはもう、えー、もらうとかもらわないじゃなくて、税金の一種だというようなね、えー、捉え方が正しいかと思います。まあ、現に、えー、政府の論調もそんな風に変わってますし、えー、受給日のね、えー、先送りとか、あるいはね、えー 老後のやっぱり蓄えは自力でというような、ね、方向に変わってますんで、まあ、これ年金当てにして、えー、人生設計を変えると、まあ、かなり、えー、とんでもない暗い未来が待ってます、まあ、そんな善と頼んな日本人の未来も輸出ビジネスに目を向ければ明るい材料があります日本には輸出をすれば儲かる商品はいくらでもありますオーストラリアへの輸出ビジネスにチャンス到来 人口は少なくても購買力旺盛なオーストラリア。シドニーで暮らしていた私は、オーストラリア人の豊かさ、金遣いの荒さが分かります。しかし、一般的な日本人は、オーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。えー、本日ブラックフライデー、あ、本日ボクシングで、えー、これね、去年の売り上げが1日で2000億円です。まあ、今年はこれを上回る売り上げが上がっているはずです。さらに、 今、オーストラリア人は世界一の金持ちになりました、ねスイス。スイスを抜いてオーストラリア人が世界一の金持ちになっています。そんなわけでね、このオーストラリアの各都市には、もう、クルーザーやヨットがね、えー、もう本当、これでもかというぐらい置いてあります。えー、景気いいんでね、株は上がる、人口は増える、えー、不動産は上がるでね、えー、お金はもう、えー、どんどん増えるものだから使うと。 いうのはオーストラリア人のスタイルなんでね、えー、年収1000万以下でもクルーザーを持つ人は結構います。中古のカーローラーでクルーザーを引いてるとかね、こんな絵面は日本では見らんない光景です。そして対してね、えー、入りもしないのにプールを持っている家が非常に多いと。蝶、ね、がつかない高級住宅地にもプール付きの家が普通にあります。こういうね、景気が良かった国。日本も昔バブルの頃はね、 何車買おうかなと思った時にね、えー、じゃあ高いから、ね、シーマ買っとこうみたいなね、えー、単純に、えー、いいとか悪いとか好きとか嫌いじゃなくてね、まあとりあえずお金たくさんあるから高いもん買っとこうという、えー、時代がありました。まあオーストラリアはまあそれに近い感覚。だからね、えー、馬鹿げたもんとか高いもんでもまあ売れる、えー、市場になってます。そしてオーストラリアで高く売れた日本製品。例えば、 このプラモデルのパーツ。日本だと1600円ですけど、オーストラリアだと110ドル。日本の5倍以上の値段で売れてます。まあ、こんな風にね、高く売れる商品っていうのは、オーストラリアで、日本の製品をオーストラリアに持っていけば、高く売れる商品はいくらでもあります。そんなオーストラリアアマゾン、今すぐ始めた方がいいです。あなたが今すぐオーストラリアアマゾンを始める3つの理由。1番。 アマゾンは実績重視、新参者には厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。Amazon は取引実績がたくさんある出品者が好きです。取引実績がある出品者は出品可能、しかし新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。つまりオーストラリアアアマゾン輸出は今すぐに始めた方が商品探しが楽です。2番初めの頃は、 間違えた商品を扱っても多めに見てもらえます。間違いを犯してもおとごめなしなのはオーストラリアアマゾン輸出に出品者が少ない今のうちだけです。3番。本日12月26日のボクシングデーのキャンペーンで購入者が増えました。慣れない輸出ビジネスへのチャレンジ。開始してすぐに売れる今なら楽しくスタートできます。 アマゾンがオーストラリアでマーケットプレイスを開始しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。このページの方でね、どんな商品が売れてるか、高く売れてるか、あるいはね、どうやってアマゾン輸出を始めるか、まあそういった案内をしています。 こちらをクリックして内容を確認してください以上天板アカデミー